こんにちは、こんばんは、おはようございます、ジニーです。今回も G ジェネレーションジェネシス早速やっていきましょう。前回の動画ですね、ちょっと事故によりね、音声入ってなかったからね、本当に申し訳ないことをしました。まあ、MS イーグルね、前回から始めているわけですけれども、まあね、この作品はね、ちょっとね、悲しいよね。前回ね、このタイジはルームに消えたをやりましたけれども、今回はですね、逃亡や落日に染まった、こちらの方やっていきましょう。っていうか、あれだね。あの懸念通り地球だったな。ミスったな。宇宙世紀0079、3月1日。ついに地球への第一次降下作戦が開始。地球連邦軍の脆弱な戦力はモビルスーツの前になすすべもなく、ジオン軍は各地で破竹の快進撃を続ける。ジオン総帥府は遅くとも8月には地球全土を掌握できるものと発表した。しかし現実はそう甘くはなかった。電撃的な進行を見せたジオン軍の地球降下作戦はおよそ2ヶ月で地球上の3分の1以上をその勢力下に置く。だがその広がりすぎた戦場はジオンの補給線の維持をも難しくするのだった。戦争の様相は物資を限りなく消費し続け、国力の乏しい公国にとって物資調達は深刻化する。こうした状況下に公国軍上層部は一見無駄と思えるプランであっても無理やり採用する傾向を強めていく。そしてそのプランの一つが過去に行われた主力機動兵器の選出トライアルにおいて不採用になった兵器群の投入であった。まあジオンの方もね、だいぶこう苦しんでるってことだね。 YMT-05 試作モビルタンクヒルドルド603はこれを受領後地上試験を実施せよ。お言葉ですが、その機体は2年前に全ての評価を終えております。確かに軍不採用の烙印を押された悲しき狼であるな。では今さら何を。ヒルドルブは地上試験終了後そのまま現地配備とする。回収の必要はない。もう物資がねえからって応急現地改良にも限度が。知っての通り地球侵攻作戦は国民に喧伝されているほど順調ではない。むしろ果てしなく物資を飲み込む泥沼に我々は上層部の決定なのだよ。そう、こういうのもね、全て歴史の表舞台には出てこないお話ですよね。あるものは何でも使う、何振り構わずだ。603も僕たちも同じなのか。でもこのね、こう軍に対して疑問を持ちながらその軍を抜けることができないっていうのもね、軍人の定めなのかもしれませんね。なんかこうあのね、こうなんかこいつ偉そうなこと言ってんなと皆さんね思ってるかもしれないですけども、前回ね、入ってないマイクに向かってねこんなことを言っていた僕の姿を想像して笑ってやってくださいよ。さあ、この人ですね、簡単な、この人ですね、レメジエール・ソンネン少佐。なりふり構わずな。オリバーはまあ技術注意です。ああ世話になる。これですね、しかし注意、こいつヒルドルブはどうだい。最高速度110キロ、主砲口径30センチ、モビルタンク、いずれこいつは量産される。地球を制圧するためには絶対必要だからな。しかし今回の任務はテストとは名ばかりの。なあ、こいつが戦えば頭の固い上層部だって納得するさ。さあ地球に降りましょうか。あれ降りないの。それでは作戦を確認します。これよりヒルドルブはコムサイに登場、地球へと再突入させます。目標はアリゾナ第67物資集積所付近。中高度から投下されたヒルドルブはそのまま地上を走行し射撃を行う。我々は各フェーズへ移行の流れを検証します。
なお試験にあたっては第67平等じゃねえか。その作戦ならヒルドローブの2年前の評価が不当だったってことが証明できるってもんだ。へっ、技術屋なんて連中は本当の戦闘など分かってないからな。地上試験の情報収集は毎注意、そして葬式は私が取ります。なんだって貴様が。何かご不満でも。目標地点である第67集積所の東100キロ地点にある第128集積所が10日前に敵の襲撃を受け壊滅している。敵の残存勢力のことを念頭にな。あの地域で100キロといえば目と鼻の先ですね。残存勢力と兵力といってもせいぜい61式程度だ。万一の時は実戦を兼ねるってのも悪くない。弱い犬ほど。何？雑魚相手の戦闘データなど試験の意味をなしませんね、少佐殿。艦長、進路10日コースによりました。作戦中域に敵営を認めず。うん、では作戦を開始する。コムサイ10日用意。さあ地球に降下いたしましょうか。コムサイ280、10日姿勢よろし。チェック、オールエンジンアゴー。デパーチャーチェックリストコンプリート。タイん、何か、その孫年少佐とはお知り合いですか。なんていうか、いつもより毒舌が鋭い。ええ、覚えておきなさい。タイは腐ってもタイ、軍人は腐ったら野良犬以下よ。尊敬していたの孫年少佐のことよ。あれでも昔は戦車共同団の優秀な教官だったの。それなのにモビルスーツパイロットへの転科適正試験で跳ねられてしまってね。若手の戦車兵が次々とモビルスーツパイロットに転向していくことにショックを受けて、あとは自暴自棄。兵器開発も失敗の連続です。人生も一度失敗したからって。失敗したっていいの、修正すればね。でもあの人は違う。失敗した過去を引きずったまま人生をただ生きているだけ。ただの負け犬、犬以下。ひどい俺ようだ。さあアリゾナ上空に差し掛かるは、コムサイ投下会降下開始。ミノフスキー粒子の散布濃度を調査。第67物資集積所と連絡を。了解。さあ行きましょう。さあ久しぶりの地球か。そうだよな、久しぶりの地球だな。物資集積所っていうか、もうただの砂漠やもん。よう、コムサイは見えたかい。まだだ、そろそろこの辺を通るはずだが。ああ、北西から侵入するらしいぞ。詳しいな、北西か。ところでマシンガンの120ミリあるか。ああ、弾薬は主警官に聞いてくれ。そうかい。残念だったな、お前ら。もらっちまってたのよ。結構け、ジオンの主計家さんは連邦軍にも弾を分けてくれるかね。さあそういうやり方だよな。ゲリラ屋みたいなやり方ですよ。モビルスーツが開発できなければモビルスーツ奪っちまえばいいんだよ。67集積所へ連絡を。了解。撃たれた。右舷スタビライザーはサーモ作動不能。原因は急な信号。四つの今地平の向こうでレーザーが通じません。67集積所は更新不能です。67集積所は当てにするな。何、これは最近我が軍にちょっかいを出していた連中の仕業だ。敵の仕業なんてこと。だから俺とヒルドルブを下ろせ。無謀だ、許可できない。言ったろ、快適もミッションのうちだって。それよりコムサイを軽くしなければな。大少佐の言うことは論理的です。了解した。孫年少佐、高度700フィートで投下します。急ぎチェックを。もう済んでる。うん、さあここからだぞ。ああ、焼かれちまってるぜ。中佐、先ほどのコムサイ落ちたでしょうか。偵察は出ている。だが追撃が必要なら我々の出番だ。よし、このガラクタを始末したら10キロほど進出するぞ。了解。来た、ヒルドルブ。見えた、集積所やったのは 連邦のコソゾロだ。あろうことか我が軍のザクを使ってやがる。なんて卑劣な。おそらく第128集積所も。調査、敵との接触は避けてください。無理だ、すぐに見つかっちまう。先手を打たなきゃ袋叩きに遭うぞ。
イムから仕掛けてみる。仕掛けてみる。APFSDS を装填する。やっぱモノアイなんだよね、あれね。そこを動くなよ。装填。いいね。あれがね、変形できりゃいいのにね。ザクタンクみたいにね。ザクタンク別に変形しなかったか。撃撃や。なんだ。初段命中、撃や。次段。それやがった。大破ならず。温まった方針に制御が追いついていない。今のデータを解析すれば射撃プログラムの修正をすることができます。で、今日射撃する分はどうすんだよ。そうだよね。調査の経験で修正してください。勘で合わせろってか。とりあえずは。俺の勘でね。くそったれ、ザクをあんなに吹っ飛ばすなんてどんなエビだ。落ち着け、この遭遇は敵さんにとってもアクシデントだ。第2弾はそれた。つまり奴の調整は完璧じゃない。時間を与えてはならん。すぐに攻めるぞ。よし、61式ある迂回して先行。モビルスーツは有効射程距離まで突進する。さあ、61式が出てくるぞ。戦闘が始まった。戦車が出てくるよね。61式。ザクも出てくる。待て待て待て。そんなにザク持ってたのか、連邦軍はよ。これではこちらも取り囲まれるぞ。残念ですが、今の我々に回避は不可能です。あー、まずいまずいまずい。61式見つかったか。おい、コムサイ応答しろ。クソ、通信機がいかれたか。とにかく記録は続ける。このヒルドルムの戦いを見せてやるぜ。うん、素晴らしい。頑張れ。ずいぶん後ろに出るな。ここに出すしかない。いや、しかしここ砂漠といえ、孫年がフェデリコと交戦。4ターン以内に孫年はフェデリコと交戦できるか。交戦さえすればいいんだな。フェデリコ、これだな。とりあえずだ、とりあえずだ。行くぞ。もうこれは死ぬほど言ってられない。ザク以外はすぐにぶっ潰すぞ。ザク以外はすぐに潰す。これが、高機動型ゲルグが確か地上 C なんだよね。地上 C って、地上 C はいかついな。これなら乗れるか。これなら、おし、ギリギリ乗れる。素晴らしい。ビームライフルは届かない。さあ、やらせてもらうぞ。とりあえずメガビームキャノンで撃ち落とせ。ワンモア。あ、ザク2も動きが鈍い。ザク2も動きが鈍い。大丈夫か、ザク2。頑張って。あ、避けられた。あ、しかし。しかし倒していく。ちょっと待って、これ一旦戻すか。一旦戻そう。ゲルググは出しといていいかな。オッケー、よし。内側守りに行った方がいいか。まだ大丈夫だろうな、多分。前に出ていくか。前に出ていこうか、じゃあ。ちょっかいかけながら前に出ていこうか。よし、いいぞ。さあ、ビルドルブ。これ、違う違う、ヒルドルブ。とりあえず一応通せ。さあ、ごめん、くたばりやがれ。くたばりな。あ、外した。くっそ、外すなよ。そこ外すんじゃないよ。戦車が迫るが、あー、これまずいな。向こう側ザクも迫ってくるか。まっすぐ来るな。さあ、これまあほっといていいか。ほっといていこう。くっそ。交戦するまでいけるか。よしよしよし。
MP にダメージ、あ、焼夷榴弾だからか、謎の兵器だな、あれ。いいね、よしよし、いいぞ。さあ出てくるか、よし出てくる、熱い、あれは出てくるの熱いぞ、いい感じだ。さあここだな、行くぞ。さあ守りに行ってくださいよ。これでうまい具合に守れるかな。ここで守っていかないといけないよね。よし、これで OK だ。で、あとは後ろの部隊が来るね。ということで、もうちょい、もう一ターン待ってもいいか。もう一ターン待ちましょう。では、進むぞ。OK、来た。OK、来た、届いた。さあ、ここは任せてもらおうか。テンションアップ。そして、目の前を開けさせてもらう。正面切らせてもらうぞ。いい感じだ。さあ行け、交戦すればいいんだよな。とりあえず3体以内、孫年はフェデリコ交戦すればいいんだろう。やってやるよ。交戦するだけだったら簡単だぞ俺。行け、よし。奴の足を止める。止まったらかも。ああ言ってたな、そういえば。戦争を教えてやる。教え込んでやるぜ。戦争を教えてやる。当たれ。当たるかよ。あ、外した外した。ヒストリックモーメント、どうなるんだこれ。戦車もどき、なめるな。あ、動力部が欲しかったな。これくらいで仕留めた気になるなよ。うわ、こちらとてここでくたばるわけにはいかんのだ。ヒルドルブの動きが止まった。そんな、ヒルドルブ応答せよ、ヒルドルブ。うわーマジかー、脇固められる感じかこれ。よーし、奴の足は止めた。残すは手負いのコムサイダー。前期突撃にかかれ。アンノーン。うわーこれマジか、バック取られるやつか。陸戦教習型ガンタンク、何それなんだそれ、見たことねえぞこれ。まずいなぁ。とりあえずそこ撃ち落とす。よし、正面は任せよう。正面はフェニックスガンダムに任せよう。正面は任せた。横、壁面が来るな。壁面が来る。突撃させておかねば。これはちょっときついか。頼むぞ。後ろも来るな。後ろ来るよな。とりあえずこれで任せな。ザクバズカもう打ち返す、すぐに打ち返す攻撃してきたやつはもうすぐに打ち返すぞ。やっちまえ、やっちまえ、どんどんやれ。よし、いいぞ。レベルアップだ。ネティクスレベルアップ。きなきな、どんどんきな。さあブルーリスに3号機でも攻撃しておきましょうか。いやいやいや、いいんだよ今ので。今ので合ってますよ。ザクザクザク頑張れ。よし、いいぞ。ザクの火力のなさよ
ザクの火力のなさよこれ。新反撃これしできないってか。行くぞ。オッケーオッケー。よしよし。これで缶の周りは大丈夫か。コムさんの周りは大丈夫そうだぞこれで。ビームランチャー撃たんでもいいやろ。マシンガン。ザクバズーカか。ザクバズーカちょっと。もう死ぬこと言ってらんねえか。とりあえずザク。ザク、とりあえず、開発したいよね。この火力のなさよ。避けられるのかよ。大丈夫か、あれ。心配になってきたぞ、ザク。ラクソ、反撃くの。くぅ。そっちに攻撃するか。避けるしかないね、これ。避ける気はない。避けろ、よし。来な、次々来な。どんどん来な。ホワイトベース、ホワイトベース反撃しとくか。ホワイトベース反撃しとこ。痛い。よし、いいぞ。倒したわ。ザクを落とせ。よし、よし。レベルアップだ。当初もうどんレベルね、とりあえず上げた方がいいのは上げた方がいいよ。さあ来な。ここは通さないぜ。ここは通さない。いやーちょっと待って、それ落としたくないな。できれば守りきりたい。あー、そこ打ってくるのか。これはちょっと誤算だ。それ撃ってくるのか。誤算だな。ザク後ろも疲れるな。まずい。後ろ疲れる。ちょっと待って、これどっちを先に相手にするかっていうのも問題になってきたな。後ろ一回下がるか。後ろ行って下がって、うん、そうだな。とりあえず、一発撃ってきたもんな、今。ちょっと待って、まあ、やばい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 よ、これ。ちょっとやばめだぞ。とりあえず、こいつ撃破。よしよし、いいぞ。あとはメガビームキャノンで、メガビームキャノンで落ちるだろこれ。落ちろよ。よし、いいぞ。撃破だ。さあレベル13、これで超一撃。最強機か、そういうわけじゃないか。そういうことはあんま関係ないんだね。よし、行くぞ。これでだ。これでヒルドルブは守れたんじゃないか。あと一旦守れ。オッケー、大丈夫だ。いけそうだぞ。これどう、ここをどうするかだな、問題は。ザク。一旦待てないぞ、これ。待てないよね。ちょっと困ったな。ビームジャベリン。ビームターベル。ちょっと最小限で。抑えるしかないか、これ。よしよし、いいぞ。ユニットのレベルがアップ。U3 がレベルアップですよ。55、82か。ブルーディスティニーが、まだ余裕がある。ミティクス、いや、仕方ない。打ち込むしかない。これで OK。よし、後ろ向け。後ろ向くんだ。あザクの移動力。移動力のなさよ。これで、一旦待つしかない。さあ、次のターンでここ一掃するぞ。ここ一掃する。オッケーオッケー。
来た。さあこれでだ、多分いけるだろう、まだ間に合うだろう、なんとかなる。打ち返せ、問答無用で打ち返せ。ホワイトベース、いいぞいいぞいいぞ、ここも打ち返してやるよ。メガビームキャノン打ち返せば、よしいいぞ。こいつはやばいぞ、逃げやがったなあいつ。ここなんだよな問題は。あーくそー、そう撃つならこっちに撃ってこい。出てくるなザクが、ザクが出てくるな。いいぞこれでだ、さあ、あー打ち返せないか、距離が微妙なのか。いいぞ、専用ビームライフにビームライフ、マークビルダーに打ち返させるか。 OK これでいい、俺らを超えていけると思うなよ。100年早いぜ。反撃だ、いいぞいいぞ。こっち側、ホワイトベースの左側、左側っていうかまあ画面で見たら下側ね、こっち側は問題ない。よしレベルアップ、さあどんどん打ち返せ、問題なく打ち返せ。うーんうん、急いで戻らないとタッチダウンだ。さあいいぞ、これはこれ真ん中の機体だよな、これ倒しちゃダメか。よし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 来た、これは倒していける。ザクバズーカいけいけ、よしよしいいぞいいぞ、いけいけ、よし倒したぞ、来た倒した、うんいいね。やっぱこっち、こいつらすげえ経験値くれるんだよね、ちょっと。ほらほらみんなみんなレベル上がっていくぞ、経験値がすごいいただけますね。ヘリスクロードレベル2、いいね。さあ高機動型ザック2もレベル3、ほらすげえもらえるすげえもらえるぞ、これは避ける、これは避けるんだ。痛い、うわーやばいやばいザクに対する威力すごい威力だった、今びっくりした、かなり焦ったかなり焦ったぞ本当に、びっくりさせやがって。こっちだな、来た、よしこれで、よし倒した、これでだ、よしよしいいぞ、ユニットレベルアップ、メティクスがレベル3、いいね。エリスクロードレベル3ですね、一気にレベル上がっていくね。さあ、ブルディスニー3号機もレベル3ですね、いい感じだ。またレベルアップ、オッケーいいね、シスミックビル、いいやつ、オッケー。ザク下げよう、ザクは下げよう、ちょっと待ってこれザク一回下げようこれまずい本当に。よしあとはマークギルダーの、よしこれで、とりあえずマークギルダーだけでも戻すべきだ。うん
お、レベルアップ。ザクツエフ、ザクツエフ2型。よし、戻れるだろ。これで。これで。これ届くか。届くな。ちょ。金曜ビームライフル。ゲルググで。ゲルググ。違う、そこじゃない。ここか。ゲルググで。攻撃した上で、よし、いいぞ。こいつでだ。攻撃すると、そうすることで、よし、来た。倒したぞ。戻れ、戻れ、みんな戻れ。マークビルだ。よし、帰還してマークビルダーで倒すか。やっぱりマークビルダーで倒しておいた方がいいね。支援させようか。経験値のために支援させよう。避けられた。いいぞいいぞいいぞ。さあ、フェニックスガンダム、エネルギーも上げといた方がいいね。さあ、まだいけるっちゃいけるけど、戻ろうか一度。捕獲届かないか。一個こっちだな。捕獲 OK、 これで。でだ、この戦車どもをぶちのめしたい。いいぞ。分かってらっしゃる。このまま行こう。2匹で倒そう。2匹っていうか2体で。よし、いいぞ。まだいけるか。まだいけるか。まだいけるな。支援だ。よし、いいぞ。ユニットレベルアップ。 G3 ガンダムレベル4ですよ。いいね。さあ、最後の最後、あがきたいっちゃあがきたいけど、そういうこともやってる場合じゃないか。これ戻れるか、戻れないか。戻れないならば、できないか。それ無理だな。無理だな。壁にはなるだろう。ダメか。もう誰もエネルギーが残ってない。よし、戻れるか。そうだ。さあ、これでいいね。いい感じだよ。よしよしよし、いい感じで壁になってるよ。さあ、壁壁、えーい、打ち込んでくるんじゃないよ。まったく、まだいるね。6体か。どうしよう、戻らないとダメだな一回。よし、 OK、 来た。OK、 これで出るんだ。エニックスガンダムメガビンキャノンお見舞いだ。いい、残った。あぶねー。さあ、ガンダム7号機出ろ。これで OK。 とりあえず退けたぞ。お、いいね。ユニットレベルアップ、レベル2ですね。あとはもうこの舞台で倒そうか。うん、いいと思うな、それで。戻ってこなくてもいいっちゃいいけどね、あの人たちね。回答、待てよ、移動しようか。ここだな。よし、これで OK。 一応フェニックスガンダムには戻ってきてもらうけど、多分出番はないね。
さあ来な。反撃。あー当たったマジか。当たるなよそれ。ちょっと近づきすぎだな君は。撃ち落としておこうか。落とさせてもらうよ。よしよしよし。さあ一匹残るか。あーなんか微妙な位置に行くな。微妙な位置に行くなあいつ。さあいいか。よし出すぞ。さあザクツ F ヒートホークだ。支援、うん、こっちに支援させようか。じゃあバシッとバシッといい感じ。あとはゲルググですね。ゲルググのこのレベルの上がらなさよ本当にびっくりするほどレベルが上がらないな、ゲルググ。さあこれで OK。 ゲルググはレベル全然上がらないぞ。まあ仕方ないといえば仕方ないか。よし、これで OK。 あとはザク、ゲルググ。よし終わりだなあと。いいラストですね。いや今回は結構早めに終わったんじゃないかな。これオッケー。よしよしよし終わりっすね。決着っすねこれで。いやーよかった、ヒルドルブも守れたしね。うん、そして全然レベルが上がらないっていうねこの現状。どうやら最後のお客も片付いたようだな。全く上出来だぜ。うわ待って、少佐。うわザク、クソてめえなんざ一発あれば十分だ。やつめ小無罪よ。ヒルドルブ、俺はまだ戦えるんだ。来るわ。コムサイには対モビルスーツ用の装備はありません。お前らよくもやってくれやがって。これで終わりだ。うんやば、上半身吹き飛んだぞマジか。しかもホワイトベースを、うん、一発あれば十分だな。ああああ、ヒルドルフが。マジかよ。またしても。軍人は腐っても野良犬以下じゃありません。死んだらやっぱり野良犬以下よ。もう話が悲しすぎるよ。もう。試作モビルタンク、ヒルドルフ、技術試験報告書。我が603技術試験隊は、去る5月9日、ヒルドルブの地上試験を実施せり。しかれども、敵コマンドとの遭遇により、対モビルスーツ戦闘へと発展せり。この戦闘において、試験パイロット、デメジエル・ソンネン少佐は、複数の MS-06J と交戦、そのことごとくを撃破し、試験任務を全うする。戦闘は、我が試作兵器を損失するも、それ以上の戦果をもって過去の不採用評価を払拭せしめたものと信じる。宇宙世紀0079、5月11日、オリバー・マイ、技術注意。悲しすぎるだろことごとく人が死んでいくっていうね。うん、おっと失礼。いやまあね、うん、まあ自分としては勝ったからいいんだけど、
話としては悲しいよね。はい、孫年さんね。さあ、変更しましょうか。レベルは上がったと思いますので、そうですね、ネフィックス、あ、でもレベル4にならないとないか。レベル4で、何かになるかですね。で、ブルディスニー3号機は、これどうする？ 3 号機のまま行く？ 2 号機の方が良かったんじゃないかって思うよね。いや、でもあんま変わんないか。2号機が使えたかどうかだもんね。さあ、これですね、レベル、G3 ガンダム。うん、ガンダム一作。じゃあ、ガンダム5号機にしようか。しましょうか。いや、ちょっと待てよ。もう一度出すか。アレックスにするか。さあ、高機動型、あ、違う違う、高機動型ザックは、これなんだ、高機動試験型ザック、レベル4にならないとダメですね。こっちもガンダム7号機もレベル4にならないとダメ。あ、全然今回ダメだったな。ダメってわけじゃないけど。さあ、これも、レベル4ですね。レベル4までいかないとダメですね。で、今回捕獲したのが、陸戦強襲型ガンタンク。こいつはユニット管理、設計できるか？設計とかそんな話ではないね。開発何になるんだ、一体。ガンタン、まあ、それガンタンクにはなるかな。それはガンタンクになるわ。おう、ジムかな、これ。ジムっぽいな。セイバーフィッシュは何になるの？あ、コアファイターになるんや。さあ、というわけで今回の動画をこの辺にして終わりにしたいと思います。セーブしましょうか。セーブして、次回の動画に続けていきたいと思います。今回の動画ね、良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。次回も、G ジェネレーションジェネシスでお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。